署名の間の天井を飾るフレスコがアダムとイブ。ラファエロの間の天井画の多くはラファエロの弟子によるものと考えられているが、この絵画はラファエロ自身によるものとされている。署名の間の天井を飾るフレスコが正義の女神。ラファエロの間はバチカン宮殿にある4つの部屋の総称である。この4つの部屋で一続きの応接室を構成しており、 教皇庁の一部として公開されている。ラファエロ・サンティと彼のでシラの手による多くの著名なフレスコ画が展示されている。ミケランジェロによるシスティナレーハイドの天井画とともにフレスコ画としては世キルネサンスを代表する作品として広く知られている。イタリア語の古障に含まれるスタンセという語はもともとローマ教皇ユリウス2世の住居であった。 宮殿内の一連の区画を指していた。ユリウス二世は1508年から1509年にかけて、当時ウルビーノからローマに出てきて、工房を構えたばかりの若い芸術家であったラファエロに、その内装装飾の全面的な改修を依頼した。これらの部屋が、ユリウス二世と対立していた前の教皇アレクサンデル六世の、ボルジアの間のすぐ上にあったことから、この大規模な改修は、 アレクサンデル6世に対する自行為でもあったとも言われる。ユリウス2世の居住区は建物の3階にあり、ベルベデーレの中庭を見下ろす場所にある。ラファエロの間と呼ばれる一連の部屋には、東から入って、西に向かって歩いていくと、コンスタンティヌスの間、ヘリオドロスの間、署名の間、ボルゴの火災の間と続いている。 1513年のユリウス2世の没後も、教皇レオ10世により改修は続けられた。ラファエロが1520年に没してからは、彼の徒弟であったジャンフランチェスコペンに、チュリオロマーノ、ラファエリーノ、デルコレが、コンスタンティヌスの間を完成させた。ラファエロの間に含まれる4つの部屋のうち、コンスタンティヌスの間が、最も広い。 この部屋の装飾画に関しては、制作は、ユリウス二世、及び、ラファエロの存命中にはほとんど進められず、また題材は、異教徒に対するキリスト教の戦いと勝利に、絞られている。ローマ帝国のコンスタンティヌス帝の生涯に始まり、ロマーの、ペンに、出る婚礼による絵画がその後の歴史を綴っている。これらは、彼らの死であった。 ラファエロ自身によるものではないため、他の間にある絵画ほど有名ではない。彼らは、当時の監修に習い、絵画中のシルエステル一世の姿形として、実際にはクレメンス七世の姿を描いている。ザビジョン・オブ・ザ・クロス、十字架の出現では、コンスタンティヌス帝が対立するマクセンティウスに向かって、進軍している時に、上空に十字架が現れた情景を描いている。 十字架の近くには、ラテン語で、インホックシグノビンシスという文字が現れたとされており、絵画中では、それがギリシャ語で、ニュータウタウオメガニューカッパアルファーと描かれている。ミルウイウス橋の戦いは、十字架の出現に続く、西暦312年10月28日のミルウイウス橋の戦いを描いている。ザドネーション・オブ・コンスティンティーン、コンスタンティヌスの寄進状では、 コンスタンティヌス帝が、ローマ教皇に領地を寄進する旨を記したとする、同盟の義書の内容を描いている。ザバプティズム・オブ・コンスティン・ティーン、コンスタンティヌスの間の最後の絵は、コンスタンティヌス帝の洗礼であり、死の床に伏すコンスタンティヌス帝を描いており、ペンニによって塗装されている。コンスタンティヌスの間から西へ進むと、ヘリオドロスの間である。 この部屋の絵画は1511年から1514年にかけて描かれた。部屋の名前はその絵画の一つから取られている。この部屋は当時は公開されてはおらず、越見の間であったと考えられているが、神、またはキリストが教会に与えた保護を主題としている。この部屋には4つの絵画がある。ヘリオドロスの神殿からの追放とボルセーナのミサでは、 ラファエロは依頼主であるユリウス二世を絵の題材への関与あるもの、もしくは見守るものとして描いている。ユリウス二世の死後に描かれた大教皇レオとアッティラの階段では、それがユリウス二世の後を継いだレオ十世になっている。この部屋の絵画は、署名の間のものよりも後に描かれており、ラファエロのスタイルの変化を見て取ることができる。 教皇の図書室に合わせた動きの少ない静かな印象と比較すると、劇の要素を含んだ物語的な肖像画とフレスコ画の表現力を最大に生かす工夫が見出される。絵画中に描かれている対象物をより少なく、そしてより大きくすることで、そのものの持つ動きや感情の印象を強く直接的に与える。また、 劇場のライティングと同様の効果を取り入れることで、対象物を際立たせ、その緊張感を高めている。ラファエル、ザ・エクスプルション・オブ・ヘリアドーラス・フロム・ザ・テンプル、1511から12、ヘリオドロスの神殿からの追放では、ラファエルは、マカバ・イキツーの、第3章21節から28節による、ヘリオドロスの物語を描いている。これによると、 ヘリオドロスは財宝を奪うために、エルサレム神殿に向けて送り出されたが、僧侶たちの祈りに天使が応えて、ヘリオドロスたちを打ち負かし、神殿から追い返した。ここに描かれている絵画は、ラファイロがこれ以前に、署名の間で制作した絵画に比べて、劇的な要素が強調されている。絵画の主題は、僧侶の祈り、ヘリオドロス、ヘリオドロスを追放する天使で、 いずれも静止しているが、天使たちは画面の外に向かって威嚇するように描かれている。ユリウス2世の左側に椅子に座っている目撃者たちを支えるスイス衛兵が描かれている。これは強行量を奪おうとする教区の世俗指導者を牽制するスイス衛兵の戦いを象徴している。ラファエル、ザ・マスワット・ボールセナ、1512、ボルセーナのミサは、 1263年に性変化の競技に疑いを持っていたボヘミアの僧侶がローマ近くのボルセーナでミサを行っていた際パンから血液が流れ出たという逸話を描いたものであるパンが乗っていたテーブルクロスは消防としてオルビエート近くに保存されたユリウス二世は1506年にそこを訪れ消防に祈りを捧げた絵画中で ユリウス2世はミサに参列してこの奇跡を目撃するものとして描かれている。ユリウス2世は祭壇の左にひざまずいており、その後ろにローマ教皇庁の役人が立っているのが描かれている。ラファエロはユリウス2世を奇跡に対して静かに祈りを捧げる姿で描いており、13世紀に目撃したであろう世俗の人々とは位が違うことを表している。 ザ・ミーティング・オブ・レオ・ザ・グレートアッティラ、1514大教皇レオとアッティラの階段は、レオ一世とン族の王、アッティラの停戦交渉を描いている。また聖ペテロと聖パウロも上空に剣を持った姿で描かれている。ラファエロによる原案では、ユリウス二世の姿で、レオ一世を背景中に描こうとしていたことがわかっている。しかし、ユリウス二世が死去した後、 後を継いだ教皇は名前に、レオを選び、ラファエロに対して、レオ一世を中央に、自分の姿を使って、描くよう指示したのではないかと考えられている。ラファエル、デリバランス・オブ・セインとピーター、1514、聖ペテロの方面には、使徒行伝第12章に述べられている、ペテロの釈放が、どのように行われたのかを示す3つの逸話が、描かれている。この絵画は、 キリストの代理者として人間としての制約から解き放たれているローマ教皇の力を示すものである。ユリウス二世はかつては数奇教としてローマのサンピエトロイン・ビンコリ教会に所属しており、その後に教皇になった。そのため絵画は一般的な意味として制度としてのローマ教皇を表し、同時に教義にはユリウス二世を表している。このフレスコ画では 月の明かり、松明の明かり、天使の五行など明かりの表現が特徴である。特に天使の五行が印象的に描かれている。署名の間はラファエロが最初に手がけた部屋である。この部屋はユリウス2世の書庫であり、学習に供された部屋であった。もともとはここに、徒座署名院最高裁判所が置かれていたことから、その名がある。キリスト教とそれ以前の精霊の帳は、 および、教皇の蔵書のテーマである神学、哲学、法学、思索の調和を表現したトンドとして制作されており、ルネットの上に描かれている。この部屋の絵画の題材は、世俗的及び霊的な知恵と、ルネサンス人文主義が共に認めるキリスト教と、ギリシャ哲学の調和である。この部屋で、教会会議が行われ、また重要書類への教皇の署名が行われたことから、 知恵と調和は、最も適切な主題と言える。ラファエル、ディスピテーション・オブ・ザ・ホーリー・サクラメント・ラファエロが1508年、または1509年、最初に描いたのは、生体の論議である。この名前は、秘跡に対する、祈りのことを示す、古い呼び方である。絵画中では、地上と天上の両方に広がる存在として、境界が、表現されている。ラファエル、 ザ・スクール・オブ・アテネ1509年の終わりに、ラファエロは、生体の論議の向かい側の壁に次の絵を描き始めた。これは、アテナイの学童と名付けられ、この部屋の隣のユリウス2世の書庫が、学問の部屋としての位置づけを持っていたことから、哲学的な理性によって、真実を探ることが主題となっている。ラファエロの作品中、最も広く知られているものであろう。ラファエル。 ザパルナッソス・ラファエロは1509年の終わりから1510年の初めあたりに3つ目の絵画の制作を始めた。これがパルナッソス山でギリシャ神話ではアポローンとミューズたちが住みス作が祀られている場所であるとされている。この絵画ではアポローンとミューズの周囲に当時の詩人が多く描かれている。ラファエル・ザ・カーディナル・バーチューズこの部屋の四つ目の壁には ラファエロの工房の弟子たちによる二つの絵があり、その上のルネットに、数洋徳と題された1511年に、ラファエロが制作した絵画がある。数洋徳という題名は、忍耐、慎重さ、時勢を表しており、それぞれ三人の女性によって象徴的に表現、されている。この部屋は、この部屋に飾られている絵画、ボルゴの火災にちなんで呼ばれている。この絵画は、 バチカン近くのボルゴで発生した大規模な火事を強行レオ4世が十字を切って沈めたという奇跡を描いている。この部屋はユリウス2世の後を継いだレオ10世が音楽に興ずる間とされた。この部屋の絵画の題材はレオ3世とレオ4世の生涯から取られており、ボルゴの火災の他にレオ3世の先生、レオ3世のカール大帝への受感 オスティアの戦いがある。ボルゴの火災はラファエロが構図を完成させてはいたが、弟子たちがフレスコ画として完成させた。他の三つの絵画には、ラファエロの関与はなく、弟子によって描かれた。西暦800年12月23日、教皇レオ三世は、彼の前の教皇である、ハドリアヌス一世のオイラにより、レオ三世にかけられた剣威に対して、無実を宣誓した。 これを描いた絵画である。ザコロネーション・オブ・シャルマーニュ西暦800年のクリスマスに行われたミサの最中に突然行われたレオ3世によるカール大帝への受艦の情景を描いた絵画。ザファイア・イン・ザ・ボーゴ・ボルゴの火災は教皇の書に記されているレオ4世による奇跡を描いた絵画である。カトリック教会によると847年に ローマの一地方であるボルゴで起こった火災を、レオ4世が祝福により沈下したとされている。ザバトル・オブ・オステア849年に、オスティアでの海戦で、レオ4世がサラ先人を打ち破ったことを描いた絵画。ありがとうございます。